小手姫の象小手子は、第三十二代天皇ス春天皇の日、大友連ヌ家テの娘、ス春天皇との間に八込みこと、西木貝王女の一男かずめを設ける。日本初期には、小手子が天皇の長愛が衰えたことを恨み、献上されたイノシシを見て天皇が漏らした、何の時かこのイノシシの首を断るがご徳賃が、癒やしと思うところの人を断らむという一人言を、 ソガウマコに密告したことが、スシュン天皇暗殺事件のきっかけとなったという記述がある。コテコには、現在の福島県川又町に落ち延びて、養産を伝えたというコテ姫伝説がある。コテコの子、八チコ子は、馬屋と王子の計らいで刑を逃れ、山形県鶴岡市のでは散々の快祖となったと伝えられるが、コテコも八チコ子を探し求めて、ジップと娘、 西木田養女と共に東北に落ち延びた。旅の途中に西木田養女を亡くした小手子は故郷の山との風情に似た現在の福島県伊達郡川又町や伊達市、月立地域に留まり、桑尾栄養産の技術を人々に広めたという。その後小手子は八込子に会えないことを悲嘆して川又町大清水地内にある清水に身を投げたと伝えられている。 川又町付近には小手姫にちなむ、史跡等が残り、川又町は、絹の里都市、ゆるキャラ小手姫様などで PR をしている。川又シルク、ありがとうございます。